使うものはあります。何ですか？使うのは。何探してんの？あ、ありました。はい、石です。石って小石じゃないですか？石。はい。普通の小石。うん、この石でゴールドラッシュの時代に戻ります。本当に？想像できないでしょう。できない。できない。よく見てください。はい。よく見てくださいよ。手の中に入れます。はい。ここから奇跡の瞬間です。はい、青田さん、はい、右手をください。右手。右手、はい。何が？は？何が出てきた？何が出てきたよ。何が出てきた？え？またですよ。またですよ。欲しい？欲しい。でも今落ちにくいでしょ。もっと変えるようにします。どうやって？ちょっとだけ使います。ちょっとだけでいいの？ちょっとだけ。他は使いません。言いません。言いません。言いません。全部落ちちゃった。これだけで十分ですよ。よく見てください。次行かない。一堆随手可得的土堆石粒，在刘谦的手里竟变成一堆金沙，哎，最后又变回了戒指，就问这是遍地黄金呐！すごい！え、なんで？うわ、すごい！なんで？すごい！欲しい？欲しい、持って帰る。開けたいけどちょっと残念だから、ここは千の獅子郎の神隠しの町、夢の町だから、全部夢なんです。いや夢って現実でしょ、ほらここにあるよ。本物でしょ、本物。有効期間あります。有効期限1分間だけで、1分1分しか、この現実の世界というか夢の世界どういうことです。夢は覚めるものです。このままで、このままで、このままで。どうすんの？ここから奇跡の瞬間です。よく見てください。天哪，这是怎么办到的呢？一切都在瞬间之中发生，眨个眼，黄金又变成泥土，哎，真是太恐怖了。刘谦的魔术奇迹，这是台湾的超级名产珍珠奶茶，也是全台湾人的骄傲。走在路上，到处可见人手一杯。刘谦要用台湾人最爱的饮料做什么嘞？恭喜，恭喜，阿龙。飲みたい、野々村さんも。あ、飲みたい。僕のは頼みましょう。お願いします、お願いします。一杯水。あれ？はい、どうぞ。あれ？何？まあ、いやいや、これ違う違う。タピオカミルクティーが飲みたいの。飲んでみてください。それは何ですか？水じゃねえか、これ。もちろん水です。どう見たって水ですよ。水です。実は、野々村さんの発表紙のクティが僕が作ります。この水でリュウちゃんが作るの？あそこでやりましょうか。どこで見せるために。じゃあちょっと、はい、对不起、借过一下、谢谢。ここで、ここで、ここでやりましょう。はいはい。まず水ですね。水です、水です。見えますか？はい、水。いや、水です、水です。水です。よく見てくださいよ。はい、ここから奇跡の瞬間です。
はい。よく見てください。はい。哎，是要清水变鸡汤吗 ？Oh no， 是清水出珍珠！嘿嘿，众目睽睽下竟冒出了一堆珍珠哎！これはまだタピオカミルクティーではありません。そうだね。そうだ、色が違う。水だから、まだ水だから。はい。ですね。よく見てください。はい。お。ミルクティーが入っていくのかな。タピオカミルクティーです、まさしく本当に、飲みたい飲みたい飲みたい、ストローです。僕のです、僕のですよこれ、まあ、すみません、水だったんだよ、ね、飲めるのかな。つきます。别怀疑，刘谦的确是把一杯白开水晃啊晃的晃成一杯珍珠奶茶。哎呀，这双专门制造奇迹的手真的是让人瞠目结舌呀。刘谦的魔术奇迹。ルンちゃんは好きな映画スターとかいるの？います。ほら。いる？絶対聞いたことあります。はい、誰ですか？ジャッキーチェン。お、ジャッキーチェン、ジャッキーチェン、僕も好きですよ、ジャッキーチェン。大好き、ね、まあ、アクション素晴らしいからね。しょうがない。じゃあ皆さんに、はい、ジャッキーチェンより不思議な奇跡をご覧に入れましょう。チェインよりすごいことするって言ってましたからね。あ、どうすんの。あ、うわ、どうすんの、やめて。太恐怖了，这刘谦竟然可以违反地心引力站立在墙壁上，这样恐怖的奇迹就只有刘谦做得到吧。これは刘谦的奇迹です。